NHK で行われた政見放送で、 NHK から国民を守る党の政見放送がとんでもない政見放送だったということで見ていきたいと思います。まずこの NHK から国民を守る党なんですが、この立花さんが代表ですかね。で、まあ、全国民から NHK の受信料を払わせるのはおかしい、 NHK を見ている人だけが払えばいいじゃないかということで、そういう風な制度を作ろうとしている党ですね。まあ、この政見放送、 YouTube にもね動画が上がっているんで、そのリンクも貼っておくんですが、この政見放送の見どころがですね、まずこれ NHK が放送しているんですね。で、その NHK が放送している中で、この立花さんが何度もですね NHK をぶっ壊すというねことを言っているんですね。で、さらにこの立花さん、画面の前の皆さんもご一緒にと言って NHK をぶっ壊すと言ったりですね、その後にスタジオにいる NHK の職員の皆さんもご一緒にと NHK 職員を煽って NHK をぶっ壊すと言うんですね。まあ、もちろん NHK の職員は言わないんですが、まあ、このようにね NHK 職員を煽るようなね放送もしてくれています。まあ、他にはですね NHK の不祥事ですね、 NHK のアナウンサーが起こした不倫のスキャンダルを NHK が隠しているだったり、まあ、この立花さんも昔 NHK でね働いていたらしいんですが、私が働いていた当時 NHK の不祥事を内部告発したら他の職員にいじめられたというね、 NHK のイメージをね悪くするようなことも言って、この NHK から国民を守ると応援してもらうようなね放送をしてくれています。まあ、この立花さん最初にね、今からまあまあ面白い政見放送をしますのでと言ってくれたんですが、まあ、まあまあどころかね、かなり面白かった政見放送だったんですが、まあ僕からすれば。この立花さんが話し終わった後、NHK から国民を守る党の立候補者をね、立花さんが紹介するんですが、そこで出てきたですね、NHK から国民を守る党の鉄砲玉、岡本幸信さん。この人がね、さらにやばかったですね。もうこの人は、NHK をぶっ壊すということしかね言わなかったですね。もう NHK をぶっ壊すの連呼をひたすらするというね政見放送をしました。まあ今のうちに NHK の集金人を再就職先を探しておくんだだったり、令和の百姓一揆で NHK をぶっ壊す、盾よ国民怒れ有権者というね名言も残してくれているんですが、まあこの岡本幸信さん、ほぼ NHK をぶっ壊すということしか言っておりませんが、まあそもそもねこの放送 NHK で放送ですから、あ、これは凄まじい政見放送だなと思いましたね見て。まあ、NHK もね選挙ですから、 NHK から国民を守る党も平等にね扱わなければならないということで、この NHK をぶっ壊すというねテロップもこの NHK の職員が入れたということですね。もうそれが何でしょうね、滑稽というかコントみたいな感じで、そこがねなお面白かったですね。まあ巨大組織 NHK 裏でね何と繋がってるか分かりませんよ。もうそれこそね国とも繋がってるかもしれませんし、まあそういったね大人の事情だったり社会の闇を相手に、いい意味でバカな大人たちが、ピュアな大人たちが立ち上がるというね、そういったワクワク感のある政見放送でしたね。まあ言ったところで何も変わらないだろうと諦めるんじゃなくて、もう自分たちでね行動を起こすということも素敵なことなのかなと思えるようなね政見放送となっているので、まあ興味がね湧いた方はぜひね一度見てみてはいかがでしょうか。 NHK 放送の政見放送での NHK から国民を守る党の政見放送がやばいという話題でした。以上です。